戦闘士フローレス姫カブト 71mm インドネシア出身 VS 常呂島のノブシ丸羽クワガタ 68mm 日本出身。レディーファイト。リボはコオロギを狩るつもりです。2倍速で再生します。イボ水空欄炸裂。東南アジアの戦闘士フローレス姫カブト 71mm インドネシア出身 VS 常呂島のノブシ丸羽クワガタ 68mm 日本出身。レディーファイト。あ、お、認識しました。おっと、お、認識してますよ。コオロギより大きいですね。大きいですね。貴様は、そうです。あ、取ってきました。はい。あれ、あ、もう噛みついてますね。捕まえましたね。これうまいですね。うまいですね。頭を抑え込んで。まあ、思いましたね。もう、あ、噛みついてますね。離しません。あれ、いやー、これうまい。いや、頭うまいこと。うまいことですね。ちょっと牙鋭いですから、これ。あ、一歩間違ったら危なかったですね。そうですね。うん。いや、横からこれうまい戦いです。釜で押さえ込んで、ね、逆に、下手するとあの牙にやられてますよ。玉切りのね、ほら、首とか。遅い。そうですね。いや、でもこれ、ごちそうですよ。そうですね。これ、多分、彼の人生の、彼か彼女か知りませんが、多分、こんなに大きなごちそうは多分、あ、ないと思いますよ。一生のうちに。初めて。とかね。いやー、今日捕まえませんからね。そうですね。あー、苦しんでますね、これは。はい。もうなんか、駅のような。チキンコ、ね。もがいていますが、ジャンプ力もすごいと思いますよ。はい。外れませんこの釜ねえ、鋭い、うまいことやりましたね。もう食事体制に入ってます。はいはい。いや、もう結構ちょっと首のあたり、はい、うん、あ
いびつな形曲がってますね。そうですね。いやいいとこ見せてくれましたね、花火終わり。本当にこの素晴らしいファイターでした。はい、カマキリファンは随所の涙を流しているところでしょうね。そうですね。動きがほとんどなくなってきましたか。ちょっと、あ、まだでも力を抜いて、結構ね、ジャンプ力とかすごいはずなんですよ、パワーも。なるほど。ねえ、普通連打攻撃の、まあ、倍ぐらいはありそうですからね。はい。でもいいとこをね、首突っ込んで、マイナスをつけるのあたりでしょうか。あ、でも、ボディが破れてますね。こんなんすね、顔を。はい。南アフリカ王コオロギ、戦闘不能。痛みを伴う馬のように動く。残酷に子ネズミの皮膚を剥がして食べます。かわいそうですね。イボ。フローレス姫カブト71mm、インドネシア出身、マーサス、トコモシマのモブシ、マルバレクワガタ68mm、日本出身。まだ両方とも戦わない。イボはサソリの毒針の部分を尋ねます。サソリの毒針部分が破れています。イボ。
戦闘士、フローレス姫カブト71ミリ、インドネシア出身、バーサス、徳之島のモブシ、丸丸クワガタ68ミリ、日本出身。第4回カブトー VS クワガタ王全面対決。まず第1試合は、プロレス姫カブト対、丸バネクワガタやですが、一気に丸バネクワガタ、プロレス姫カブト持ち上げる。そして一気に、場外へ叩き落とした。あっという間の戦いでした。まずはクワガタ軍1勝です。特産カブトホワイトアイ65ミリ、日本出身、バーサス。中国の黒い四角、ホペイオウクワガタ77ミリ、中国出身、レディーファイト。さあ第2試合であります。白い目のラストサムライ、国産カブトホワイトアイ65ミリ対、中国の黒い四角、ホペイオオクワガタ77ミリ。さあ、おっと、国産クワガタ、あ、国、失礼しました。国産カブトが、一気にサムライスプラッシュを炸裂させようとしたんですが、まだこれは間合いが入りきれていない。これもそう。さあ、うまく間合いに入り込むと、これが一撃必殺の技となる。国産カブトのサムライスプラッシュ。しかし、警戒しているのか、ホペイは、なかなか懐に飛び込んできません。これ逆に懐に飛び込んでいきたいところ。さあ、ホペイが前に入ってきた。これはサムライスプラッシュの前だ。さあ、出るか出るか、出てくるのか。あーといらん、バーッと、しかし残った、残った、なんとホペイ残りました。あの技をかわすとは、さすがのホペイ。さあ、ここからホワイトアイはどう出ていくのか。あの技が封じられてしまった今、次はどんな手を繰り出してくるのか。あーっと、横から攻め込まれている。さあ、もう一回出すのか。おーっと、出そうとしているが、しかし必死に粘るホペ。逆に持ち上げられてしまった。そして、そのまま場外へ。なんと、逆転勝利、ホペ。これで、クワガタ軍の2勝。一旦は持ち上げたんですが、持ち上げとしたんですが、逆に持ち上げられた。国産、ホワイトアイ、無念。チャイニーズプロダン、炸裂。ホペイ勝利、クワガタ2勝。第3試合、ボルネオの狂乱カブト、ローレンカンプ賞70ミリ、マレーシア・ボルネオ島出身、バーサス。インドネシアの暴走、ブケット二股クワガタ81ミリ、インドネシアジャワ島出身、レディーファイター。さあ、続いて第3試合であります。ボルネオ島の狂乱カブト、モーレンカンプ賞70ミリ、そして対します、インドネシアの暴走、プケット二股クワガタ。さあ、このままクワガタ勢が参戦連勝といくのか、それともカブト勢が一矢報いるのか。おっと、モーレンカブトの猫パンチが炸裂。さあ、クワガタ、泡を食っているのか、それともうまくかわしているのか。さあ、ここで一気に、クワガタとしては、がっつりと、組み合っていきたいところ。さあ、ここで一旦、前を取って、相手の出方を見ております。はい、クワガタと、どうした？モーレンカンプ、戦意喪失、ブケット勝利、クワガタ軍3勝。エレファス像カブト109ミリ、メキシコ出身、バーサス。ラオスのパワー戦士、ホランディス王クワガタ84ミリ、ラオス出身、レディー
イト。続いて第4試合であります。金色のクルエル巨像エレファスゾウカブト109に対しますラオスのパワー戦士グランディスオークワガタ。さあオークワガタなんですが、エレファスゾウカブトに比べるとやはり体が小さく見えます。エレファスこれ109ミリ、グランディスが84ミリですので、やはり一回り小さい感じがいたします。さあ、この大きな体を持ち上げることができるか、グランディスオークワガタ。しかし、エレファスはこの体格を生かして一気に押していきたいところ。しかし、押されているのはエレファス。前に出ていく、グランディス。さあ、ここから、どういった戦いになるのか。この今、下に入っている角をうまく利用したいところ、エレファスゾウカブト。しかし、そうはさせじと、必死に食らいついていくグランディス。さあ、ロックをかけるか。この大顎でロックをかけていくのか。しかし、なかなかロックをかけられない。逆に持ち上げられそうになる。さあ、グランディス、おっと、どうしたグランディス。繊維喪失か。おっと、グランディス、繊維喪失。エレファスゾウカブトの勝利。カブト軍、一勝を挙げました。グランディス、繊維喪失。エレファス勝利。
Thank you.
Give me the bum 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 yes yes. Give me the bum 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 yes yes. Give me the bum 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 yes yes.